バマが来てたんだよねみたいですね、うん、安倍さん会ってたと、安倍さんと飯食った、はい、なんで来たの、誰が呼んだのか、はい、深見東秀だよ、来ました来ました深見東秀のワールドメイトが呼んでんだよ、はい、講演会 そうですね、イベントをやってね、はい、それで入場料8000円で約3000の席がぎっしり埋まってましたって言うんだけどね、はい、でそのために来てるんだよ、はい、でギャラがいくらか、はい、で1回のギャラは約40万ドル、これは米国大統領の1年間の報酬と同じです、うん、つまり最低でも4000万円以上は積まないと招待できない、はい、だから4000万円以上積んでんだよこの、そうです、ね、深見東秀先生は、ね、まあ、8000円で3000人だからいくらいくら、あの戻ってくるの、2400万のはいろいろ経費もかかるだろうから、はいはい、多少は戻ってくるにしてもそれでも3000万以上は持ち出しだろうな、はい、前にはあれも読んでる、クリントンも読んでるんだ よ、 そうですよ、ね、トニー・ブレアも読んでる、はい、世界オピニオン・リーダーズ・サミットっていうらしいんだけどね、はい、でなんでこんなに呼べんのかと、金がありますね、金がある、もう単にね、だからなんでそんな金があるのだ、はい、だってワールドメイトっていうその宗教団体さ、はい、そんな信者いるのか、いやで一応あの美鈴学院ってあの予備校っていうかあのもうやってんですよね、はい、出版社も買った、出版社もやってた、セミナー出版もあるし、だけどね、どうしてそんなこの人にそんな金があるのこれ、そうですね、だってその、はい、じゃあ創価学会とかさ、はい、ね、はい、あんなでかい組織じゃないわけでしょ、そうですね、その、うん、航空の科学とかさ、はい、そこまでは大きくないですよ、ね、大きくないでしょ、なぜそんなに金があるのかなと、まあ、その宗教法人 の、 その何税金での優遇とかね、はい、考えてもね、うん、はい、これど誰かその徹底的にそのやってほしいよね、はい、最も大きな収益源は富士山が爆発する、天変地異が起こるなど不安を煽って信者から集めた会費とお布施ですと、うん、それが年間110億円にもらうと、すごいですね、うん、もう何でもこの人歌は歌うわね、はい、ああそうですね、芝居はやるわ、そうです、はい、でもその新聞にあの、はい、毎度毎度前後の広告を出すから、はい、今度最近時計屋もやってるんだよね、時計を売ってるんですよ、そういうのがやってるからね、はい、その新聞社はね、うん、悪口かけないんですよ、あ、大スポンサーだから、大スポンサー、はい、うん、そうですね、うん、うちはやっぱさすが半田春久、春久、はい、うん、ね、名前別名ね、はい、本名、本名がそれなんだね、はい、深見東秀がそう、あの宗教名、宗教名っていうかな、はい、なんでこれがそこをどっか誰か解明してほしいよな、はい、うん、この見ただけでうさんくさそうな人なんだけど、ね、こんな人を信じる人がいるっていうのが不思議だね、はい、いや本当に物資を呼んでないっていうことは、うん、ね、クリントン呼んでるのに物資呼んでないくて、はい、オバマも呼んでるわけでしょ、うん、ってことはトランプも呼ばれないっていうことでしょうね共和党系は呼ばれないんじゃないですか、はい、だって8000円でオバマが見れるんだったら、うんうん、まあまあ、行ってもいいかなって気がしますよね、まあ、そうですね、はい、そうです、はい、オバマ そのインタビューがね、はい、その見れるんだったら、はい、全体量対談、アイル元駐日アイルランド大使が、まあ、相手でこう対談をする、はい、したらしいんですけどね、はい、いやいや、これはね驚きました、まあ、安倍さんも来たから飯は食いましたけどね、そうですね、うん、はい、そこはやっぱりこう しっかりしてますよね、そうなんだよ、